こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは河内立て男。綺麗なスタートを切りました。ホットキャスター前に行きそうです。河内立て男、それに続いています。さらにはブレイリーチャート、9番アラビアセゾン、その後ろ後方に控えたのがシャドーロンディ。先頭に戻りましょう。なんと先頭は河内立て男。これには場内からも歓声が上がります。すぐ後ろにホットキャスター、その外からアラビアセゾン、青の帽子サマーボール、その後ろ。それでは先頭から先手を取ったのはシジレムさん。8番河内立て男、2番手を追走しています。並んで3番ホットキャスター、ジャックリストレーション、すぐ後ろ。その隣にブレイリーチャート、ソリッドアイズ、すぐ後ろ。内からはダイイレブン、その隣にリアルコネクション、すぐ後ろにダホス、さらにはシャドーロンリー、その隣にヘッジホーク。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。アラビアセゾン、シジレムさん、ほとんど差がありません。サマーボール、3番手河内立て男、いい位置。果たして先頭を捉えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は河内立て男。河内立て男先頭、あと 200m、 先頭はダホス。河内立て男必死に追いすがります。アワッド迫る、一気にアワッド、ダホス大激戦のゴール前。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはフィボタル。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフィボタル花に立ちます。その後ろからはアルハース、この馬も上がっていく構えです。さらにはマークオブエスティーム、8番デインヒルダンサー、その後ろイングランドシュア、後方から。それでは先頭からスパークバラッド、先手を取りました。その隣にサンライズアクト、その外にファントムサーパス、ジェットメドウ、そのうちに続いています。内からはフィボタル、その外からアルハース、赤の帽子バブルガムフェロー、いい位置につけました。インディアンレジェンド、そのうちに続いています。その外にマークオブエスティーム、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。前に戻りましょう。この辺りで先頭が変わりました。サンライズアクト、ファントムサーパス、ほとんど差がありません。バブルガムフェロー、 B1 です。さあここからどうか。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったバブルガムフェロー、マークオブエスティーム先頭。残り 200m、 マークオブエスティーム先頭だ。残り 100m、 マークオブエスティーム先頭、バブルガムフェロー追いすがります。マークオブエスティーム、マークオブエスティーム1着、2着にはどうやらバブルガムフェロー、勝ったのはマークオブエスティーム、見事な勝利です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は大気フォーチュン。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は河内サンライズ。残り 200m。 大気フォーチュン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。河内サンライズ抜けた。一気に目白シリウス。河内サンライズ大激戦のゴール前。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は大鳥リード。大鳥リード先頭。残り 200m。 先頭はバイネルシアター。残り 100m。 サラタガヨーク抜けた。バイネルシアター追いすがります。サラタガヨーク1着。サラタガヨーク1着。2着にはどうやらバイネルシアター。見事に勝ちました。サラタガヨーク優勢トップラン。完敗です。着外に沈みました。東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。さあ最後は大外枠のマイネルタレント。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。桜スピード王前に行きそうです。大気ウィッシュこれに続きます。その隣にマイネルタレント、内からはオレンジキャッスル、桜エキスパート、そのうちに続いています。内からはセントポール、グリーンエトワール、そのうちに続いています。その外にサイクルエトワール、その隣にソリッドフェアリー、すぐ後ろにメジロパラダイス、オレンジの帽子、アカネクリスタル、その後ろすぐ隣にロゼカラー、最後方にクリアビッグ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。
ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。アジュディケーター、イブキパーシブ、ほとんど差がありません。桜スピード王、3番手、さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ、先頭はイブキパーシブ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はビワハイジ、先頭を捉えるか。やはりビワハイジ先頭だ。残り 200m、 先頭はビワハイジ、イブキパーシブ必死に追いすがります。ビワハイジ先頭、オレンジキャッスル、ビワハイジ追いすがります。オレンジキャッスルゴールイン、オレンジキャッスル1着、2着は微妙です。見事に勝ちました、オレンジキャッスル。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は新玉ワンダー、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はネイハイシーザー、ネイハイシーザー先頭、あと 200m、 ネイハイシーザー先頭だ。残り 100m、 スターマ抜けた。ノーブルシュータイム迫る。外から一気にハギノリアルキング、スターマ1着、2着にはどうやらハギノリアルキング、見事に勝ちました。スターマ河内シェル完敗です。着外に沈みました。